ここんんににちちはは山でですすクリスですおっさん FM は毎週金曜日クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストですじゃあ今週もよろしくお願いしますお願いしますおすっかり秋になってね今日めちゃちょっと寒いですね朝ら寒いですねうん、うん、運動会とか,なんかイベントもいろいろとありますよね、うん、なんかちょっと小忙しいですよそう,そうなんですよで <laughs> 七五三がね七三のこの七五三があるんですけども 七五三は、女の子は5歳。<す>んえっとね、三歳と7歳か、うん。男の子は5歳。そうなんですよ。ただ、うちはだからね、各三人とも一回ずつしかないああ、そかそか。ええー、で、下の子があって、来年、まあ、もうちょっとしたら上の子もあるみたいな感じで、まあ、何がやばいかって、太っちゃって、着るスーツが。なや<え> <laughs> さんが太っちゃった。そう。 僕の方が太っちゃって。あのー、前ね、ちょっと、少しこう体を絞って、その時にスーツ作ったんですよ。はいはいはい。ちょっとまあ七五、まさに七五三の時ですよ。七五三の時に、ちょっといい。まちょっといいの作ろうと。はいはい、で、まあ他にも着る機会もあるだろうし、うん、まあいい大人なんだから、はいはい、って言って、で、まあ知り合いがスーツ屋さん、そのオーダーメイドのスーツ屋さんの知り合いだっいうのもあったんで、そこでお願いして。 作ったんですけども、まあ、オーダーってこう、綺麗にね、自分の形に作って。そう、そうう形にしてますもんね, <laughs> ね。作ったんで、もう今、全然 <laughs>、いや全然もう、<の>なぜかもう、膝、膝ぐらいまでしか入らないみたいな。<laughs> だいぶ太ってますね。<laughs> いや、それはね、あれですね。あれですね。大変ですね。やばいなと思って、ちょっと少しでもマシにならんかなと思って、ちょっとダイエットしようと。お、間に合いますかちょっとね、無理だと思うんですけども、ま,まあ、あがくだけあがこうと思って、はいはい、ええー。 でまあ、しかも自己体重もまたね、あの結局、すごくあの高い頃に戻っちゃったんで、まずダイエットはこう、取る量を減らすと、<あ>摂取カロリーを,リーを、ね、減らして、消費カロリーを上昇させれば、まあ、一応算数上は痩せますよねっていう話だと思うんですよ、ね。カロリーを使っていけば、そう、使って、貯蓄,貯蓄カロリーをねそうですねではい、はい、取らない、入荷しないみたいな。 で、えー、まず、こう、消費の方はね、運動するって話、だったりとか、活動量を増やすって。で、僕、まあ、そもそも食う量が、やっぱり今増えてるんで、特にお菓子とか。ああ。はいはい。それをセーブせなあかんなと、というので、いろいろ調べたところ、こう、大箱っていう、あの、種。種っていうか雑草なんですよね、大箱ってっっ。大箱って、あの、踏んづけても平気なやつでしょ。雑草。雑草、はい。あれの種の皮の粉が売ってるんですよ。 え、なんか健康食品かなんかそうそう,そうそ、次ので、何が起きるかっていうと、水をめっちゃ吸うんですね。あ、大箱の。そうそう。それでお腹いっぱいになるってやつですよ。<laughs> 大丈夫なんですかそう。そまあ普通に、普通に健康食品その理論は大丈夫なの。合ってるんですよ。で、うん、まあやってみようと。はいはいはい。で、まあ、それプラス、ちょっとそれだけだとあれなんで、えっ、ー、と、こう、そうい大豆のプロテインと、それを朝と晩飲んで、で、 それでもどうしても食べたかったら食べるけど、基本的にはそれだけにすると、バンサバーは。はい。で、お昼は、まあ、普通に。食べ、ええ、食べるええ、食べる。まあ、普通に、まあ、気持ち控えめに食べると。それで、今、やってるんですか今やってます。今、1週間経ってないな。まあ、全然、どうですかお腹はいっぱいになりますね。やっぱ、水を吸うか。あと、食物繊維なんで、こう、便が、お通じが。お通じがめちゃめちゃいいですね。あ、そうなんだ。うん。それは、 いい。で、お腹もいっぱいになるんで、そんなに食欲もやっぱりなくなるんで、ん朝晩はほとんど食べずに済んでいる状態。で、お昼は普通に外で食べて仕事をして、で、まあ、日によっては完食もしてるって感じなんですけども、なんと、体重はキープ。<laughs> <laughs> え <laughs> こんだけのことを言っといてキープです,キープですね。<laughs> まあ、一、ちょっと、ちょっと減った。500グラムぐらいでまあ、まあでも数日ですから、まだ。数日ですけど、今の話、総合すると、大箱を食べると、お通じが良くなるっていう情報しかないです。そうなんですよね。お通じはめちゃめちゃいいですね。<laughs> あの、お通じに困ってる方、ちょっと試してもいいかなって思うぐらい、<箱>あの、すごく。大箱の粉自体高いんですか安いです。もうなんか、一生分入って1000円ぐらいです。いや、嘘で一生分入ってないよそれ。<laughs> <laughs> 一生分はないでしょいやでも一日こんなにすごい小さじで2杯ぐらいなんで,なんで全然変ないなと思ってあそんなもんで、うん、<ー>まあ一生分薄ですけど1か月2か月分は持ちそうな感じですけどもそれで1000円ぐらいなんで別にまあ小袋だともうちょっと安いんだけどあのあ安いけど単価自体はちょっと高くなりますけども単価でグラム単価高くなるけども、ねうんうん、もうちょっと安く買えるのも売ってるんで ええー、マジですか。お、<laughs> こ,こだキープ、そう。そんで、さらに、活動量をたんじゃないですか、その、あの自分が。運動量の配列。あれをちょっとやってみようと思って、じゃじゃん。これお、それ、なんですか、フィットビット。フィットビットじゃなくて、ガーミンっていうメーカーの、ーのあの、フォアアスリート45っていう。 フォアアスリート。アスリート,、うん、リート用なんですね。アスリート用ですよ。えー、そうなんですよ。まあ、アスリートのな、な、な。大箱の、大箱の、あれ、粉食べて、そうそう、これ、そうそう、そうこれつけたらさ、アスリートに変身できるんじゃないかなと。<laughs> 本当に。なんだ。かっこいいですね、でもね。あのー、<ー>そう、いくつか、その、ねフィットビート有名だし、アップルウォッチでも取れるじゃないですか。はいはいはい。で、その中で、えっと、このガンミンのメーカーのが、面白かったのはストレスレベルと、あとはその、なんていうかね、ねボディバッテリーっていう、 ボディーバッテー、まあ、うん、そのまあ、ガーミンさんが言ってる指標なんですけど、ボディーバッテリーだからその体力というか、そのボディのその疲れ度合いというか、<ー>疲労度合いというか、が点が、その数字として出してくれるんですよ。まあ、どちらも独自のアルゴリズムなんで、まあ、その絶対的な評価みたいなのはできないんですけども、相対的にこう、まあ確かにストレスレベルみたいなのを見ると、こう上がったり下がったりしてんな、みたいなのが見れるというのが、あの、面白そうだなと思ったのと、 あと、ま、できれば、ウォーキングやジョギングなどをした際に、ま、これもっと安い機種でもそれ取れるんですけども、これなん、この4アスリートは、なぜアスリートかというと GPS の機能がついてて、この単体で、単体で、時計だけで GPS のトラッキングができるんですよ。なんで、ま、その、マラソンとかジョギングとかランニングとかする人用ということなんで、4アスリートっていうことになってるんですけども、それはちょっと将来的に少しやりたいなって気持ちも込めて、 この間の炊飯器の炊飯器を買った時にさらに発生したポイントを使って買いました結構お高いんですかこれは2万ちょっとらいするんでまあ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 あまもまあでも2万円ぐらいそうそうアップルウォッチとかねもっといろいろできるものに比べたらまあ安い方時計の機能もついてる時計はねんとそうなんですよこれ結構便利で今の時間が分かるえ近代的でストレスのやつはこんな感じで その、この俺、まあ、福井さんに今見せてるんですけども、はいはい。こう、寝てる間は多くて、起きるとストレスみたいな感じですね。<ー>で、こう、結構面白くて、あの、意外に仕事してる時とかでも、単調作業とかしてると、あの、安静みたいな感じなで、ストレスあんま感じてないみたいな感じになるんですけども、<ー>この僕、その起きてからす、少しの間は必ずこう、めっちゃくストレス感じてる。はい、これ何かっていうと、子供を幼稚園に <laughs> 送り出すまでの時間。<laughs> ここがまず一日の中でピークをこう、 ストレスの。ピークストレスらしいということが、これをして分かりました。そのストレスは何で測ってるんですかその時計の。なんか、んかあの、一応こう、理論としては、脈拍取ってるんですよね。はい,はい。で、脈拍を取っていて、その脈拍が、その、バラつき。<ー>その、リズムよく脈を打ってる時は、あまりストレスを感じてないらしいんですね。はぁはぁはぁ。で、それが、こう、ある時は、は長いし、長いしある時は早いし、うん、みたいな感じだと、ストレスを感じてるっていう、まあ、研究があって、 それを、まあ、こういった製品にフィードバックしてるっていうことらしいですよ。<ー>うん、なんで、まあ、多分、アルゴリズムが違うんで、他のメーカーが出したものとは比較はできないと思うんですけども、まあ、自分の一日の中で、どういう時に、こう、その、脈拍の分散が、分散してるのか、はい、収束してるのかがわかると、まあ、面白いかなと思って。えー、電池は持つんですか電池はね、あの、GPS 取って、こう、なんでうかね、そのトレーニングモードみたいにすると、数時間、 なんですよ。はいはい。やっぱ五六5、6時間ぐらいで終わっちゃうらしいんですけども、えっと、つけ、それを普通にその時計として計測する、ライフログとして計測していく分には数日。あ、そんなに3、4日ぐらい持つのかあ結構持ちますね。だ、うん、から1日1回充電しないといけないだとちょっと辛いなとい。あいや、そこまでではないですね。今のところ三 3, 3、4日を持ってるし、まだゼロにはしてないけど。うん。あれは取れないんですかその睡眠。あ、睡眠もちゃ,ちゃんと。睡眠してる方睡眠も取れてます。 僕も睡眠を初めて取ってみて、必ずその入眠して深い眠りになってから、必ずバッと起きて、12時前ぐらいに必ず起き,起き,起きるっていうか、もう、まあ、ほぼ意識が、ほぼ意識が戻ってる状態になって、で、また寝るみたいな感じになってて、へ<ー>何なんだろうと思って。<laughs> それ、本人に自覚はないですかいや、一応、寝苦しいなと思っていて、まあ、<あ>特に、まあ、これ、方も最近なんで、 まあ、ここ数日ちょっと季節の変わり目で、はいはい、なんかこう、寝入り場ね、ちょっと暑いんだけど、あ<ー>朝方寒いみたいなのある,ある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 じゃないですか。あるある。か多分そういう感じの寝苦しさみたいなのが、あの、あんのかなと思ったりはしてますけどね。なるほど。うん。ちょっと興味ありますね。なんか色、今黒いやつをつけてますけど、カラーリングとかもあって、ね。あ、そうです。白と、あ、うん。このサイズだと黒白かな。ははは えー、もうすぐね、奥さんの誕生日なんで、そういうの買ってあげて。うん、で、これ、そのもうちょっとね、な,なんていうんですかね。まあ、ライフログ用のもうちょっとコンパクトなモデルは、GPS ついてなくてもっとお手頃な、半額ぐらいの値段で買えるんで、そう、僕も妻に、その、ストレスレベル測ってみたら面白いかなと思って。ねうん、確かに嫌がるかなでもね、なんか、あの,の、私の方がストレスがあるから、あんた頑張ってみたいに言われ、言われそうだなと思って、ビクビクしてるんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> いや、なんかね、そういうのを数値化して測るのは、割とこの男性は、男性とかまあエンジニアとかね、そういう気質の人は、喜んでするけど、うんうん、なんか、 わかんない。これも完全に偏見で言ってますけど、その、女性の人とかは、そういうのを数値化されたりするのは、ちょっと、どうなんですかね。嫌がる人も多いのかなと思って。妻は、俺も面白そう私もやってみたわ<あ>って言ってました。うん、じゃあ、うちの奥さんもやってみるな。興味は、ね、自分の体のことだと、ね、それをまあ、それ例えば SNS にシェアするってなるとよ、よくわからんみたいな人はたくさんいそうですけども、かかあの、自分で見て自分の健康を管理するっていうのは別にそんなに、抵抗ないんじゃないかなと思うんですけどね。確かに。うん。 い,やいいことを聞きましたね。これ,これ結構ね、面白いですそそあとの,の,はそのあとはメンタルのストレスじゃなくて、うん、あくまでも体にかかって、体が感じているストレス。もちろん、相互関係、<れ>相関関係あると思うんですけども。はいはい、なんで、こう自分がすげー今、こう、イライラしてて、なんだ、なんだ、と思った時に、これペッて見ても、全然ストレスレベルがリラックスみたいな感じで書いてあると、あれって若干こう、あれなんか、わかってんのお前みたいな感じの気持ちになるそうか体の、 カナダのストレスなんですね。うん、その、その、イライラがずっと続くと、多分、フィジカルの方にもフィードバックされていって、またちょっとおかしなことになると思うんですけども、どあの、基本的には、フィジカル、もちろんね、メンタル、ね、なんかあの、こう頭にぐるぐる巻いて、脳波とか取ったら多分、はい、<laughs> メンタルの最近なんかどっかの会社が、そうそうそう。それをやって、なんかやろうとしてて、なんかすげえ言われてましたけど、うん、ああいうのをつけたらね、あの、 メンタルのストレスとかも,もしかしたら将来的にはまあまあねわかるかもしれないけど、うん、見た目的にはちょっとねおっと,おっとなるんですけど、ね、なるなるなるほどねなんでちょっとねまあそうなんでまあ新しいスーツを買う <laughs> あそこに戻る、ね、お金に回した方が良かったんじゃないのみたいなね <laughs> <laughs> あれですよスーツはあの永山さん礼服って買ったことあります ガッチリ、ガッチリレー服ですかガッチ礼レー服かともないです。あれはね、一回だけレンタルだけはしてもらっしました。うん、僕なんか、あの、義理のお母さんとかがちょっと気を使って結婚した当初に、なんかガチリレー服を買ってくれたんですけど、礼服<ー>はちゃんとね、あの、サイズ感が合うように、ちょっとゆったりめに作られてて、かつ、あの、なんていうの、ズボンのウエスト周りが、なんかこう、あ アジャスターみたいなのがついてて、あ,ある程度太っても全然着れるようになって、えー、で、ああ上もなんか結構ゆったりめに作ってて。あちゃんとニーズに応えられてるんです、ねはい、でも僕それ買ったばっかの時に来たらすげえブカブカになっちゃって、ま、た当たり前ですけど、えー、なんかちょっとこう、もっとピチ,ピチッとしたのがね、聞きたいじゃないですか、若い時は。うん、だからまたあんまり出番はないんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ううあるんでね。まあ <laughs> も、服って感じねえしな、七五三な。確かに。<laughs> まあちょっと安いスーツを買っていくか、はい、まあ無理やり着て。なるほど。実はですね、あの今週のこの放送の翌日12、12日ですね、10月12日に、僕、歌のレッスンに行ってるんですけど、歌の音楽教室のとか会場を借りて、半日規模の大きな発表会があるんですよ。うん、でそれに出場することになってまして、<お>でそのステージ衣装をね、礼服 冷服,じゃない <laughs> 冷服じゃないんだけど、なんか下は黒いパンツで、上はちょっと派手なガラシャツって言われて、ガラシャツかと思って、持ってないから、アマゾンで買ったんですよ、ええ。で、すぐ届くやつと思って、花柄のすごい派手なビーズの稲葉さんが着てるやつを買って、届いたっつって、家族の前で来たら、ピチピチすぎて <laughs>、ピチピチすぎて、前が閉まんないって、あれと思って。 でサイズ M なんだけど、なんかその、周囲がけを見たらちょ、ちょっと小さめのサイズですみたいな。<ー>いや、ちょっとどころかもう、M サイズで前が届かないってありえないんだけど、のものがもうパツパツなの。<laughs> え、それでいくんですかいや、それはちょっと、<laughs> <い>それはもうダメだったんで、もうそれはもう奥さんに、あの、奥さんが来たらちょっとブカブカなんですけど、奥さんにあげて、はい、もう一着、ちょっと違うタイプの,あの花柄のやつを買ったんですよで。それも M サイズなんですけど、それは大丈夫だろうと思って買ったら、ギリギリですね。 近くで見たら、ちょっとお腹周りやばくないちょっと発展なみたいな。発展なみたいな。でも一応伸縮性のある素材で、とかっていう感じだったんで、まあ、遠目に見る分には多分大丈夫ですけど、四五三だとね、写真も残ります。近くで見るような。ちょっと検討を祈ります。はい、頑張ります。あと、今週はですね、僕は映画を見てきまして、その紹介をしたいんですけど、今、世間では、 ジョーカー。ジョーカーね。ジョーカーってますね。ジョーカーの話をしようかなと思ったんですけど、もうみんな話してるし、ジョーカー。そういうとこありますよね、さん。みんながやってるのみんな、なってじゃジョーカーのこと言ったってさ、みんなジョーカー絶賛しかしないじゃないですか。とりあえず。とりあえず褒めときゃなんか映画のこと分かってるっすこれすげえ、口が悪くなってるけど、まあ確かに面白い映画だと思いますけど、その、ジョーカーのこと言ってもね、もういっぱいありますんで、そのジョーカーの影に隠れて、せっかくこう、街通しに、 楽しみにしてたのに、なんかちょっと若干影が薄くなってる、ジョン・ウィック、パラベラム、ジョン・ウィック、チャプター3、パラベラムが現代ですけど、えー、日本だとジョン・ウィック、パラベラムですね、ジョン・ウィックシリーズの3作目ですよ、を見てきまして、長渕、はいね、さん、ジョン・ウィック見たことありますジョン・ウィックは、シリーズ1作目は見てるますねあの、まあ、知らない人のために、簡単にそのジョン・ウィックって何かを説明しておくと。うんうん キアヌ・リーブスですねマトリックスのキアヌ・リーブスが主演で、うん、伝説の殺し屋だと。うんうん、でも引退してて、引退した伝説の殺し屋なんだけど、奥さんが亡なくなっちゃうんですよね。うん、で、奥さんが残した犬を、犬と一緒に暮らしてるんですけど、その犬をギャングの生き,きがったやつが殺しちゃうんですよね。うん、犬殺されたっつって、怒り狂ってギャングを殲滅させるっていう話から始まる、<laughs> そのアホらしいんだけど、<laughs> そうそうそう。そうだ、そうだ、思い出した。<laughs> でただ、何がすごいたかっていうと、その銃を撃つアクションがめちゃめちゃかっこいいんですよね。うんうん、で、結構銃ってこう構えて、狙って撃つんですけど、そのモーションがめちゃめちゃ速くて、うん、まるでこう格闘技、フィジカルな格闘技をやってるかのように撃つみたいな、うん。なんか、カンフーアクションのような銃が来てみたいな感じで。で、まあ、それがまあジョン・ウィックだったんですよ。で、ジョン・ウィックがヒットしたんで、 こうキアヌ・リーブスがまたこう調の、調子にの上がってきて、調子に乗って、調子上がってきて、<laughs> チャプター2って2作目ができて、2>, うん、2作目はそこの世界観が広がって、そのジョン・イックみたいな殺し屋が世界にたくさんいて、殺し屋をもじめてるあの組織があって。なるほど。で、その組織の中でのまあ話なんですよね。で、その、急に世界観広げてきたなみたいな感じがあるんですけど、うんうん、まあたい続編ってそういうもんじゃないですか。うん、急に世界に話が広がるみたいな。 まあ最近の流行りですけど。で、まあ、それもまあヒットして、で、今回3作目、パラベラムっていうのは、パラベラムって言葉が、なんか調べたらそ、その言葉自体にそんな意味はないらしくて、まあ、なんか戦争に備えろみたいな、戦いに備えろみたいな、パラベラムみたいな、な,なんかの言葉から来てるらしいんですけど、結構武器の名前とかに使われてるらしいんですよ。ほほその、なんかその銃,銃のシリーズの名前とかに使われてるらしくて、で、今回そのジョン・ウィックが、えー、まあその、 殺し屋の組織の人たちと戦っていくみたいな,なるほど組織の人間だったんだけど、まあ、その組織ととある事情で決別,別して戦っていくみたいな話なんですがなんかねとりあえずねもうまず人がバンバン死んでいく話なんで、うん、そういうのは苦手な人は見れないんですけどあ<ー>まあそれ大丈夫だよっていう人は本当いろんなバリエーションが出てくるんで死に方に死に方って言えばですね<し>まあ銃はもちろん使うんですけど銃以外で そんんなのも使うんですかみたいないろんな殺し屋の殺し方みたいなところと。いろんな殺し屋の殺し方ではなくて、んだろうな、その街なかでこうどんどん襲われていくんでうん、うんに、逃げながら倒していくんですけど、そんなものを使ってた殺す,すど、ね、あなるいど,ど。のがいっぱい出てきて、えー、あの馬とかね。え馬, <laughs> <laughs> 馬とか、はいまあ。そこはねぜひともあの見てほしいなと思いますし、うんうん、あとなんかすげえゲームっぽくて。 あの長山さん、の銃撃戦のゲームってやったことあります,この FPS, す ?FPS みたいな。一人称、自分の目から見たような、まあ、一人称でも TPS、あの三人称の視点でもいいんですけど、ええ、ああいうゲームって、序盤のステージは銃一発で死んでいくんですけど、ステージが進んでいくと、相手がなんかその防弾チョッキが来て、硬、ね、くなるみたいな、ね。 なんか、それが出てくるん <laughs> なんか、映画の後半に出てくる敵が異常に硬くて、<laughs> <う>普通のジャンルだった発いで、でこう火力を上げていくっつって、その、すごい強力な武器を取って、<う>バンバンこう倒すみたいな、うそういうゲームっぽいシーンがあったり、あと、今回出てくる殺し屋の一人が、なんか、日本語を使うね、うん、殺し屋が出てきまして、これ謎,な謎の殺し屋なんですけど、ええ、そ,のそれは、アジア系の俳優さん調べたら、えっ、ー、とね、 おばあすお、おじいちゃんが日本人なのかなか、いわゆるクォーターだった気がしますね、うんで。でも日本人、ちょっと東洋系の感じが入った欧米の人みたいな、寿司屋みたいなところにいて、寿司屋の大将やってるんですよ。甘ざ,ざらしっていうか、路面に面したカウンターみたいな店で、なんですか寿司屋をやってて、<laughs> 立ち食いそばの寿司屋さんみたいな、あんな感じで寿司屋やってて、そこにこう殺し屋が来て、この殺しの依頼をするんですけど。だなんかその なんだろう普だは英語で喋ってるんだけどこう感情が高ぶってくるとなんか「俺が殺しで一番だ!」みたいなそのなんか日本語を時々使うんですよね。うんうん、でキアヌ・リーブスと戦うんだけどこの人がね 時々ね、博多華丸さんに見える <laughs> ちょっとね、ちょっと。きキアヌじゃないでしょキアヌじゃないですよ。その、殺し屋の方が、<laughs> 顔が若干博多華丸さんが入ってて、おうおうもう一回その、華<う>丸さんだなって思ったら、<う>なんか途中からもう、博多華丸さんしか見えてこなくなって、<う>なんかね、すごいこう、博多華丸さん好きなんで、より感情的に見えました、ね、<laughs> なんで、あの、ちょっと、ね、ジョーカーの方を見に行きたいという人も多いと思いますけども。 アホっぽいアホっぽいなんてんていうんだろうこういうのって何も考えずに楽しめるエンターテインメントのエンターテインメントでも最後とかもね続編作る気満々やんっていう感じで終わっていくんでこれはぜひともでもキアノ・リーブスも年を取りましたよなんかねそう写真ちょっと今見てるけど顔はねそこまで変わってないんだけど動きがねジョン・ウィック1の頃からしてもちょっと衰えてます あのちょっとこう体が重たいんだろうなみたいな。でもあの欧米系の人は体が背が高くて結構その手足も長いじゃないですか。えー、やっぱそのアクションを取るときにやっぱそこそこ筋力があったりしないと生えないんだろうなと思うんですけどまあその一生懸命体を動かしてなんとかやってましたね。はい。だからキアヌ・キアンドリーブさんはもうすぐあのマトリックス4をやるらしいんで。ちょっとそれに向けてもねその楽しみな感じの映画になっておりました。はい ということで、えー、最後に、お便り紹介ですかね。い、うん、きたいと思いますけど、今日は、えー、お便りフォームに届きました、はい、お便りを紹介したいと思っております。はい。お便りフォームで、しかもですね、なんと、あ、そうあの、前回、え長、ー、山さんが、あの、ステッカーを。ステッカー、そうです。そうです。入稿しました、ちゃんと。あの、あの時は入稿してなかったですけども、<laughs> その収録の時はね、えー、その後、急いでもう言ったからにやらんと思って、 ニューヨークも、ね、やりまして。で、実は、この収録の明日、僕の家に到着する予定なんですが、えっと、ま、こちらの方、あの、お便りフォームから、お便り紹介させていただいた方に、プレゼントさせてもらおうかなと思ったので、うん、フォームの方にちょっと、その、送付先の住所の方も、はい、あの、希望者の方でも、もちろんだけで結構ですので、欲、はいはい、しい人は書いてください。えー、いてくださいっていう準備をしたら、なんと、えー、アメリカに住んでいる、<laughs> <laughs> 浜崎さんから、うん、今日は、ね。まずアメリカからいきなりね。来、うんうん、ましたね。えー、ラジオネームはま HMSK さん、浜崎さんですね。えー、クリスさんがちらっとオードリーのオー,オールナイトニッポンに触れられていましたが、他にも好きで聴いているというラジオ番組や具体的な感想について話してくれると嬉しいです。僕の最近の生きがいは、生きがい。<laughs> えー、佐久間の之,之のオールナイトニッポンゼロです。 テレビ東京のプロデューサーが、特ク,クのラジオに番組を持って、毎週面白い話を続けている姿には感心するばかりです。喋ることを本業にしていないサラリーマンのおっさんの話を聞くのが楽しいのは、お三 FM にも通じるものがあるのではないかと今書いて思いました。佐久間さんのラジオ同様、これからの配信を毎度楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、佐久間さんのラジオと<の>お三 FM を並べていただいても、大変、<laughs> 光栄の極みでですすねどうか、まあ、もちろんあの佐久間さんのラジオとかも、あのー、聞いてますし、えー、あとはそうですねあのー、まあポッドキャストとかでいろいろと聞いてますかねあのー、あれですえーまあ、ポッドキャストでそれこそあの浜崎さんのねあ,あのエクスポート FM そう浜崎さんの奥様がやられている<ー>って言っていいのかな ま、いいんじゃないですか、まあ、普通に。ま、普通に。まあ、いいよね。<laughs> うん、はい。やられてる、えー、エクスポート。FM。FM ですかね。うん、あの、デザインのやつをやる、あの、お話されてるやつも聞いてますし、あとはですね。長山さんなんか聞いてます、他に。僕は、あのー、TBS の、その、サイトでも聞けるんですけども、てか、ま、京都なんで TBS 聞け、直接聞こうと思うと、ちょっとややこしいので、はい、あの、サイトで聞けるやつから、あの、松山さんって映画評論家の、はいはい。 のなんかアメリカからの,<あ>あの映画の紹介だったりとか、アメリカの情勢の紹介だったりするコーナーが、はい、玉結びの季節のコーナーかな、はい、それが切り出して聞けるんですけども、それは楽しみに結構聞いてますね僕も聞いてますね、そ、うんはい、町山さんのやつはたまにベースで売ってるんですよ、町山さんの映画の紹介に。あ、売ってますね、はいはい。あれもたまに、ね、好きな映画はたまに買って聞いてますね。うんうん、あとそのあ、具体的な感想って書いてますけど、そのエクスポート FM とか、やっぱなんでしょうね。海外で やられて、活動されてる方のその情報を知れるのはなんか面白いなと思ったり。なんか松山さんのもそうだけど、あの海外の話は新鮮で面白いですね。面白いね。うん、あんまりこう日本国内のメディアではなかなか聞けない話が多いかなと思いますね。うん、あとはその、ボイシーってアプリで、リあ、アプリで、さくらまなさんっていう<あ>、えー、セクシー女優の方が番組を持ってるんですけど、ええ、あれを聞いてますね。 いいですね <laughs> <laughs> あれはまあ別になんか中身がというよりかはどっちかというとその声の感じとかがなんか僕に聞き心地がいいから聞いてるみたいな好きな声優さんっていう感覚そうう感ああ僕,僕も好きな声優さんって言いないけど声優さんのラジオは、ね、やっぱり一定のこうファンがいて人気ありますよ、ねうん、やっぱこう声がそうですね真剣に聞かずに聞き流してるとやっぱ声の感じがねあのいい方がいいんでしょうねそういう感じですかね これで、この質問年の回答になりましたから。はい。ですので、え、浜崎さんの方もですね、ぜひとも、ポッドキャストやってほしいですよね。あ彼彼自身。まだ、まだ1回か2回リストとして、しか出てないですけど、はい。ご本人も。あ、逆に京都来た際には。あおっさんいめに呼びましょうか。ゲストとして。呼びましょう、呼びましょう。はい。というところで、はい。え、お便りコーナーでございました。はい。では、佐久間。 はい、ゆきさんって呼く読んじゃいましたけども、信行さん。あ、信行さんですね、ええ。間違えてございました。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。聞いたことありますないんですよ、これ。聞いてこようかなと思ったんですけど、ちょっと時間なくて,聞なくて、佐久間さん、面白いんで、これ、聞きます、僕。はい。うん、ミックスチャンネルでは、生放送も、生放送っていうか、動画も配信してるんで、その様子を。はい。それもで面白いなと思います。はい。というところで、えー、今週のおっさん F、M、は以上となりますね。はい はい、ではあのお便り等々、直<き>ね送りますので、はい、ぜひお待ちしております。では皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら